激戦目白押し追走トーナメント。シリーズ争いを繰り広げる3名、手塚陽一の無権はそれぞれ別のブロックへ入った。その他の注目選手は何といってもオリド。お祭り男は今回どこまで登れるのか。さあ今もう一組目は揃っておりまして、はい、チェイサー対決でございます。そうですね、はい、ちょっと一言ずつ聞きたいと思います。はい、お願いします。まずは大吾さんからいきましょうか。対戦相手はどうですか、高橋と。まあ、ごちそうさまです。相手大吾さんですけど、ごちそうさまですって言われましたけど、最近ね、川端もね言うんだよね、そういうこと。なんでみんなに言われてるんですか。ボーナスポイント俺。今シーズンまだ追走で勝ちのない国明、同じような潮のマシーンに乗る大吾にコケにされ闘争心に火がついた。赤いマシンのチェイサー同士の対決ということになります。斉藤大吾先行、後追い高橋邦明の1本目はついている。高橋邦明がついている。 300R でさあ同時ぐらい、いい振りした、振り返しも高橋邦明が、これはちょっと離れたけれども最後だけ 300R から振り返しまでは高橋邦明を見せる。イーブンに近い状態、若干ですが高橋邦明がリードということになります。さあ入れ替えの2本目ということになります。さあほとんどイーブンの状態での2本目、うわ流れた、後ろ流れた、行き過ぎた、斉藤大吾のこれは行き過ぎたミス。しかしその後はビタビタ、その後はビタビタだ、これが斉藤大吾、しかし300は行き過ぎ、 300R はアンダーです。アンダー出した斉藤大吾、後ろに回ってしまいました。これは大きなミス。この勝負あり、ベスト8進出、高橋邦明。これはちょっと斉藤大吾おごりがありましたかね。あの一言がいけなかったね。ラウンド5、6と恵比寿で2連勝した末永は富士も得意とする。お祭り男オリドの勢いは末永を止められるか。どういう形で出てくるか、ほとんど同じ状況の角度、そして振り返し、こっからアレックセブンが来れるかどうか、入れない、入れない、さあリストがいい、マサオ小さい、さあリストがいい、アリストがいい、マサオ小さい、思ったほど要するに飛び込めないんで、ちょっとちっちゃくなってしまいましたね。アドバンテージはオリド学ぶです。さあもちろん末永もですね、現在ランキング5位でまだチャンピオン争いにかかっている。ここで負けるわけにはいきません。今度はこの末永、マサオが先頭、その後ろからオリド学ぶ、 300R から出てくれ、後ろに回った、後ろに回ったアリスト、さあ逃げる、逃げるアレックス7、後ろに回ったアリストは、うわ 300R でのミス。ここは今度は逆に末永のアドバンテージ、おこれは2本終わったところでサドンデス突入。サドンデス、おお、よいしょちょっとオリド来るかな今日は。さあ出てまいります、サドンデスの1本目、再びオリド学ぶ先行、後追い末永、マサオ出てきた、さあちょっと離れた、オリドがこっからさらに引き離していくか、あーちょっと戻った、一瞬ちょっと戻った、そこをついて、そこをついて入っていく末永、ビタビタにはならないですね、ないですね。サドンデスの1本目は5分で、はい、さあ2本目どういうことになりますか。今度は末永、マサオ先行、後追いオリド学ぶ、1本目はイーブン、くっついてきた、オリドがくっついているが、ちょっと後ろに回って繰り返す、さあどうでしょうか、入ってきた、オリドが近づいて入った、ビタリ入っている、綺麗なヘアピン、最後で入った、オリド入った、近い、決定してますよこれ、おベスト8進出、オリド学ぶ、おさあクニちゃんとだ、はい、おい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 、二連勝男を破ったぞ嬉しい、すげえ嬉しい。シリーズをシードで終えるためにも負けられない両者、今年に入って調子が上向きの時田に対し、単走では順位が上の川端はどう対する。ゼッケン9番川端、ゼッケン10番時田、この辺のシード争いももちろんこの先影響する重要な対決、川端先行、後追い時田、さあ角度川端、角度川端、そしてその後ろからクラウンが入ってくる、クラウンが入りたい、クラウンが入りたいが、もう入れない、この辺は怪しいの方が動きがいいか、この辺は車の差もあるか、あ全員アドバンテージ、川端雅人です。
さあいよいよ3組目入れ替えの2本目、時田正義ゼロクラウン先行、後追い川端雅人 1AT の対決、時田が抑えるか、さあ時田がいい状態できたけどビタビタで入る、さあどうだ、食いついていく、食いついていく、ノックを完璧に入れた、これは勝負ありとベスト8進出、川端雅人です。惜しいなぁ、時田。シリーズを争う選手の先陣を切るノムケン、ここで勝利して追われる側の陽一手塚にプレッシャーを与えられるか。とにかくここ数年はですね、野村健富士で追走勝ってません、ほう本当に。さあドリブル、ビタビタでした、いやすごいとこ、ドリブルに振り返し、野村健が見せる、野村健が見せる、ここは行った、完璧完璧、横これは300から立ち上がりまで全部持ってったぞ、日の丸が出てるもん、いやー神本のとこでも日の丸が出ます、大きなアドバンテージは白いスカイライン野村健です。さあどう出てくる、野村健後ろから松井幸男、さあ松井もいいところへ飛び込んできた、綺麗に振り返す、さあインガーに、インガーに合わせていきたい、松井のビタビタ、松井のビタビタですが、ちょっとここで離された、ここは見せます、しかし立ち上がりまでぴったりくっついていくことはちょっとできなかった、勝負はつきました、ベスト8進出野村健です。じゃあとりあえず一安心、あ悔しい、富士で1回勝つことが俺は珍しかったですよいやよかったばい